聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。毎週木曜は棚から一つかみこの CD を聴け、パクユーが、自分の持ってる CD の中から1枚を選んで皆さんにおすすめするコーナーです。早速今週のおすすめ CD ご紹介したいと思います。今週の CD はこちらです。じゃん、シーン2アスカ。昨日のコチトラジバラジャでアスカさんの新しいアルバムレビューしました。ということで、まあ、それに関連してアスカさんの作品の中からシーン2というもう超名盤ピックアップしました。このアルバムは91年に発売されたアルバムで、もうめちゃくちゃ売れたアルバムです。もしかしたら皆さんのお家の CD の棚の中にも紛れてるかもしれない、そんな作品だと思います。アスカさんのソロ曲の、代表作である始まりはいつも雨、あとは、君が愛を語れとか、まあ、けれど空は青とか。僕はアスカさんのアルバムはこのシーン2と、シーン3を、持ってるんですけれども、まあ、どっちをおすすめしようかなっていうふうに、悩んで、改めて2枚とも聞いてみたんですけど、まあどっちも良かった、素晴らしかったんですが、まあ、最近の悪いニュースでアスカさんの名前知って、どんな人なんだろうとか、そういえばあんまちゃんと聞いたことないなっていう風にちょっと興味を持った、人に勧めるのであれば、やっぱりこのシーン2がいいかなと、これ聞いときゃ間違いないかなっていうことで、こっちをチョイスしました。昨日アスカさんのニューアルバムをレビューした中で90年代のアスカさん、チャゲアスが新譜を出した、そんなアルバムだっていうような話をしたんですけれども、まあ、それもそのはずと言いますか、このシーン2のブックレットのクレジットを見てみると、新しいアルバム Too Many People にも、がっつりアレンジャーとして参加している沢近大輔さんっていう方がアレンジでめちゃめちゃ入ってました。っていうか、始まりはいつも雨も、沢近さんのアレンジ、君が愛を語れも沢近さんのアレンジで、いろいろ調べてったら、もうチャゲアスの、全盛期、ま、あそこが全盛期かどうかわかんないんですけど、とにかくめちゃめちゃ売れた時期のチャゲアスのアレンジっていうのはもうこの人がバンバンやってると、今まで全然名前を知らなかったんですけれども、まあ不勉強でしたね。まあ、日本の音楽シーンに名前を残している名アレンジャーだったと、そんな沢近さんが、がっつり噛んでりゃそりゃ90年代のチャゲアスのアスカの音になりますよね、っていう謎が解けました。また一つ、勉強になりました。また一人素晴らしい、音楽家を知ることができて、このコーナーやっててよかったなと思います。まあね、とにかく素晴らしいアルバムです。音もめちゃめちゃリッチだし、でメロディーも素晴らしいし、まあ、ポエムと、リリックの間をこう行ったり来たりするようなこう絶妙な、歌詞の曲がたくさんあると言いますか、本当にこのアルバム聞いたことないっていう人はもうぜひぜひ聞いてみてください。もういろんなことがどうでもよくなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。